どうも、クリンです。皆さん、今日は水野さんのバット工場に来ております。今日はですね、後ろにありますクラフトマンの方が作ったバットを振ってみたいと思います。プロ野球選手のバット、果たしてどんな形をしているのか、僕はちょっと振った感じを皆さんに感想として述べたいと思います。こちらを振ってみたいと思います。グリップはそこまで太くないですね。ただこのグリップエンドがちょっと分厚めかなというような印象ですね。あと一番はヘッドのこの先っぽの方に重さがある感じですね。まあ、特にやっぱトップバランス系のバットですね。重さ自体は何グラムか分かんないですけど、めちゃくちゃ重くもない感じはするんですけどね。ヘッドに似た重さはすごく感じますね。こだわりなのか、このグリップの部分は何ですかね、この塗料っていうんですかね、これ塗ってませんね。これ何も塗ってないです。荒木と書いてますから、中日の荒木選手のバットだと思いますけど、ちょっと土のこチックにグリップがなってるのが特徴ですね。だいぶ感じ違いますね。だいぶ違いますよ。結構重心で言うと、この水野のマークのちょっと上ぐらいに感じますね。だいぶだからミドル系なところに感じます。あとこちらのバットが楽天の銀次選手です。銀次選手はですね、グリップがかなり細いですね。さっきの中田翔さんのものと比べると、かなりもう2分の1ぐらいのここがすごい薄いですね。全然違う。これも僕好きですね。芯で言うと結構手前の方なんですけど、なんか振りやすいですね。さっきの荒木選手のモデルでも僕はこっちが好きかもしれないですね。同じミドルでもグリップのかかりが僕好きですよね。この滑らかな感じ、操作しやすいんで結構率が残りそうな感じはしました。 T 荒井と書いてますね。荒井貴大選手と思います。こんな巻いてますよ。これ全部グリップエンド、ここぐらいまであるんですよ。手で言うとこの3本の指が全部グリップエンドかかってる感じです。だいぶ手元がすごく意識されるバットですね。なんですかね、やっぱインサイドアウトのスイングってこの手の甲をぶつけていく感じって言うじゃないですか。その意識はすごくできるバットな気がしますね。なので、インサイドとかさばくときはこのバットの意識でやるとすごく良さそうな感じがしますね。インコースすぐ打てそうなバットに感じます。意外に重心も手前にあるんで操作しやすかったりしますね。これですね、世界のイチロー選手のバットです。グリップが何ですかね、ちっちゃい、細い。グリップがちっちゃくてバット細い感じですね。芯もだからどこにあるかよくわかんないですね。細いんでどこにあるんだろうな、これ重心がよくわかんないです。逆に言うとこの辺で全部打てそうな感じもしますね。そういうバットです。なんかちょっとなんかなんて言うんですかね、伝えづらいバットですね。この辺全部で打てそうな、そんなバットです。筒香選手もこの部分が寿司揚げですね。結構ここまで寿司揚げですね。もうこれもですね、グリップが小さくてグリップエンドもちょっと浅めですね。で、まあグリップじゃ太くはないですね。太くはないですけど、このこっち側に行くにつれて、ヘッドの上の方に行くにつれて太みが増してくる。このここ細くてここがもう太くなっていく感じのバットですね。やっぱホームランバッターは基本的に重心が上にありますね。これでも木でそういう風にできるのすごいですね。そういう木を選んでるんでしょうね。このバットが一番重く感じるかもしれないですね。手元は結構軽いんですけど、ここがずっしり感が一番あるバットかもしれないです、今まで振った中で。続いてこちら、巨人の阿部選手のバットですね。阿部選手のバットは全部塗られてますね。グリップは結構エンドが太いというか、太くてちょっと滑らかなので持ちやすく厚いって感じですね。これは逆にその均一に重さを感じますね。ここにすごく感じる、ここにすごく感じるというかは、全体として重く感じる、そんなバットです。不思議なもんですね。見た目はあまり変わらないかもしれないですけど、持った感じは全然違いますね。さあ、続いてはですね、こちらの楽天の聖澤選手のバットですね。抜いてますね、ヘッドを。こうくり抜いてます。これくり抜くことで、やっぱりそのバットの抜けを良くするっていう風にこのまま教えてもらったんですけども、確かに抜けがいい気がしますね。最終行きやすいですね。なんですかね、グリップエンドが丸い。
すごい丸いですね。丸いんでこう持った時のこことここと、このここの付け根の位置、このなんか差が大きいというか、なんでこう持った時にあっグリップっていう、そのグリップ感がすごく顕著に出るようなバットですね。だから小指でこうかけた時のフィット感を上げるために、ちょっとそのグリップエンドとこのグリップの差をちょっと大きくしてるんじゃないかなと思うんですけど、で引っかかりがすごくいいですね。で結構重さもあるんですよね。軽いバットではないですよ。そんなバットです。最後にじゃあこれちょっといってみましょうか。これがちょっと、これがちょっと振りたいんですけど、ちょっと重すぎました。このバット一番振りたかったんですけど、かなり重たいです。これで振るとちょっと事故起こりそうなのでやめておきます。ということで皆さん、トッププロの選手、やっぱグリップの形状だったり重さのバランスであったり、いろいろと違いがございました。その中で自分に合ったバットを選んで使われているようです。皆さんも公式バットを選ぶとき、店頭でバットの形いろいろとあると思いますので、自分で振ってみてしっくりくるものをぜひ振ってみてください。まあ、バットそれぞれやっぱり本当にパッと見同じでも、全然その芯の位置であったりとか、バランスであったり、グリップの感じであったり、フィット感であったり、全部違いますので、その辺はやっぱり振って確かめるのが一番かと思いました。それでは動画以上となります。失礼します。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。